お前のその体、もう忍びとしてはやっていけまい。現実を見ろ。この世は思い通りにはいかぬことばかりだ。うるせえよ。俺はこんなとこに長居をしたくねえんだ。やめておけ。お前も俺もここより出ることはできん。この体ではな。てめえは一体何者だ。俺は内派の亡霊、内派マダラだ。マダラ？マダラならとっくに死んでなきゃおかしいだろ。いつの時代の話だよ。俺は時代遅れの産物か。確かに俺は後ろの魔像からチャクラを常に供給し続けなければあっという間に死んでしまう死に損ないだがな。その死に損ないがこんなガキ捕まえて何しよってんだ。この世の因果を断ち切る勝者だけの世界、平和だけの世界、愛だけの世界、それらだけの世界を作る。知るかよそんなの。俺はただみんなのところへ帰りたいだけだ。勝手に死ぬならそれでもいいが、代わりにそのシャリンガンはいただくぞ。なんで目を欲しがる。お前はもうシャリンガンを持ってんだろ。右目がまだ入ってなくてな。シャリンガンは左右揃って本来の力を発揮するものだ。俺がカカシと揃えばより強くなれるってことじゃねえか。今度こそ二人でちゃんと守れるってことじゃねえか。なおさらここにはいられねえ。待ってろよカカシ、ギリ、俺は生きてる。強がって傷を隠してもダメ。ちゃんと見てんだから。リン。またリンって言ってる。どう？何やってんだてめえは。いやー、またリン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 ってつぶやいてたからどんな夢見てんのか気になっちゃったって。てへ。そういう時のオビトはだらしない顔してて面白いんだよね。よだれまで垂らす時あるし。ぐるぐる、お前笑ってんじゃねえ。ごめんなさいさ。ここに来てずいぶん経つな。初めてお前らを見た時は度肝抜かれたけど、魔像から作られたんだっけかそのデク人形は。僕らからすると君の方がデク人形だけどね。そうそう、人間のくせに体半分は僕らと同じ人造体なんだからさ。マダラが気になるの。因果を切るだのなんだのとかわけわかんねえ話だけして、自分はずっとおねんか。あ、分かってなかったんだマダラの話。まあ簡単に言うとね、本当の世の中の嫌なことを捨てていいことだらけの夢の中に逃げちゃおうって話。夢だからなんだって思い通り、死んだ人だって生きてることにできる。なんだそれ、今度はバカバカしすぎて意味わかんねえよ。君の頭だとそうなるだろうね。うるせえ、お前なんかもっと頭悪そうじゃねえか。正解。ったく、バカにしてんのかバカなのか。今はそんなことどうでもいいか。とにかく少しでも早くこの体になれねえと。おし、お前らそろそろあれやるぞ。はーい、リハビリ修行っすね。準備はできてんだろうな。もちろん。よし、行くぞ。
Was? Okay. Mehr als 50%, 40 Besiege, weiß Setsu, 100 weiße Setsu. Quizspiel von Guru richtig beantworten, weiße Setsu mit 3 Ninjutsu, 3 mal besiegen. Mit Ninjutsu 3 mal besiegen. Richtig beantworten. Ach, jetzt habe ich es erst gesehen. Okay, jede Frage richtig beantworten ist damit erledigt. Ich habe die... Okay, jetzt weiß ich, wenn ich das hinauszögern kann. Okay, dann haben wir nochmal 4 weitere. Okay, ich sehe keine Gegner mehr. Ist noch der da? Was zum Fick soll das jetzt werden? Ich stehe jetzt da rum und mache nichts oder was? Okay, ich weiß jetzt nicht, warum keine mehr kam. Okay.
少しで入るぞ。リン、カカシ。大変だよ。さっき外行ってたんだけど、君の言ってたリンってのがやばいよ。何があった？カカシってやつと二人きりで霧隠れの忍びたちに囲まれてる。まだその体じゃ岩は壊せやしないよ。リンとカカシを助けに行かなきゃ。僕の体を切るといいよ。お前、マダラの部下だ。いいのか？リンとカカシを助けたいんでしょ？ありがとう、くるくる。行かなきゃならねえから。一直線に目的地に向かう。オッケー。道案内は任せておいてよ。何せ僕の仲間が世界中を見張ってるからね。たやすいもんだよ。状況は？かなりヤバい状況だよ。霧隠れの実験体がどうこう言ってるけど、僕はよくわかんない。とにかくリンもカカシも数十人に囲まれてるみたい。湊先生は何をしている？誰？黄色い線香は何してるって聞いてんだ。あの人は何か別の任務中みたいだね。近くにはいないよ。こんな時にカカシ、お前は約束してくれた。頼む、リンをなんとか守ってくれ。俺もすぐ駆けつける。雨？違うよ、これはさっきの衝撃で生まれたしぶき。そこにリンとカカシがいるよ。どうすんの？決まってんだろ、このまま突っ込め。変なイメージしてんじゃねえ。そんなことあるわけねえだろ。リンは俺とカカシで守るんだ。バカが、たった一人で仕留めるぞ。Oh shit! Obito ist sauer. Das war 70%. Hat sich besiegte Kiri 120. Dreimal Kiri Ninja mit Finish Angriffen besiegen. Wenn bei Kämpfen das hier abgebildete Zeichen erscheint, bedeutet das darauf hin, dass in ihnen Geheimaktionen verborgen sind. Führe den Kampf bestimmte Aktionen aus, um verborgene Szenen zu enthüllen. Wie viele sind das denn, Alter? Ist ja übelst. Alter, als ob. Alter, wie viele Treffer verursache ich denn?
Alter, was ist hier los, ey? Ich klapp nur drauf. Ich klapp nur drauf. Ich hatte eine Trefferfolge von 270, Alter. Was ist los? Alter. Bam, Alter. Alter. Alter, was ist. Das ist das geilste Level, was ich je gespielt habe, Alter. Alter, ich drück wirklich nur. Ich habe keine Ahnung, was ich alles mache hier. ...104 vernichtet, Alter. Weil dieser einzelne Ninja einfach das Beste auf Erden ist! Im Leben nicht! Alter. 117! Spartan ist auch da. Oh, wisst was? Wir haben uns haben drei gefehlt. Ach, scheiße. Drei Ninjas haben uns gefehlt. Alter, ey. Ich bin in der Hölle. を全員倒しちゃったから大丈夫。ただカカシだけは見逃したみたい。まあ気絶してたから何も見てないけど。かつての仲間だけに未練があったか。違う。どうでもよかっただけだ。この世にあいつが生きていようが死んでいようが、もうどうでもいい。これから作る世界にカカシはいる。リンは俺に夢の世界の作り方教えてくれ。まだもう礼はいらん。こっちへ来い。今日からお前が救世主だ。え、das war mega lustig, Alter. その作り方は至極。ganz einfach auf jeden Fall. 俺の作り出した現実世界に全ての人間を連れてくる。術の規模も月を使って拡大しなければならない。
ずお前に陸道仙人と十尾について知ってもらう。そして俺の月の目計画もな。先の戦いで柱間細胞を手に入れた俺はそれを移植した。そして寿命で死にかけた時だ、リンネガンを開眼したのだ。それは同時にある封印を解くことにもなった。口寄せできたのだ。十尾の抜け殻下道魔像を月からだ。その後すぐに魔像の体を触媒にして柱間細胞利用したのがこれだ。こいつに俺の意志を入れた。半分は俺だと思え。さあ動け。俺が復活するまでの間お前うちはまだなんだ。In der Hölle, Ende. Das Schöne an diesen Spielen ist, es überträgt immer den Geist der Serie mit, Alter. Das ist so geil. Vor allem, weil da auch wirklich einzelne Szenenausschnitte von der Serie halt an sich sind. Und es gibt mir immer wieder so krass Gänsehaut. Es ist unglaublich geil. Ich hab fucking nochmal Gänsehaut. Ich hab Krokodilstränen gehabt eben gerade. Das sitzt doch nicht, ey. Jedwege traurige Filme und sowas. Scheiß drauf. Aber so eine scheiß Naruto-Anime-Serie. Das ist Hammer. Das ist einfach nur Hammer. Okay, Leute. Ich bedanke mich erstmal so weit fürs Zusehen. Wie immer, schrollt alles in die Kommentare, was ihr, entweder Obito Amok, ach du Scheiße, Obito Amok Charakter, sweet ey, Obito Uchiha Finisher Bild, sehr schön. Also schreibt alles in die Kommentare, was ihr, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Inspirationen habt, wenn ihr Ideen habt, schickt sie mir, ich werde so weit wie es mir möglich ist drauf eingehen. Ansonsten wünsche ich euch was und hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal online, ciao.